刺激道場ビーズラボ。次はここからね、煽って手ついて腕並み行ったんだけど、帯を持たれて防がれたね、これあると思います。ね、この時の防御です。決まるギリギリ相手の、これはあんまないけど、後ろの方で、ね、自分の相手の腰よりも上の方で帯持ってたら、これは前転しないように抑えながら、こうやっていくと、決まります。よし。決まっていきます。で、まあ、横とか、帯の前で抑えてたら、ちょっと難しいから、ね、この時はポジションを変えたいので、ひっくり返したいと思います。まずこっちの足ね。この足をかけて、これもちょっと押して、重心を少し横に動かします。ね、次に、この足を、一回中に入れて、中に入れて、ね、フックします。そしたらば、この足で跳ね上げながら、これを持ち上げて、相手を返します。この姿勢ですね。この姿勢となります。はい、こうなると、腕並み、1の動画につながると思う。ね、でここから帯を持たれてるやつだから、決められる ね, ね。ここからつながると思います。はい、もう一度いきます。ここから腕並み取ろうとしたら帯持たれて防がれたと、ね。後ろの方で持ってたら前転しないように抑えて、このまま帯の緩みなんか使って利用して締め上げていくと決まるよと、ね。で、帯の横とか前持ってたらちょっと取りづらいから、これは一旦ひっくり返したいので、この足でかけて重心を横にずらして、ね、逆足を中にねじ込んで、こっち側に跳ね上げて、決めましょうと、ね、いうとこです。でも帯持たれてるから、ね、帯持たれてますから、そこの処理はまた腕絡みの別動画で見てください。はい、じゃあもう一ついきます。はい、こうなって、帯持たれて、今の返そうと思ってセットしてやったんだけども、こっち手ついたりしてね、返されないように防ぐ、こうやって返せない時あります。その時は一旦上げた勢いを利用してこっちに振っといて、こっちに上げといて逆にこっちに振ると決まりますので、こっちで取ってください。はい、終わりの姿勢は同じになります。やっぱり帯持たれてますから、そこからの処理が必要になってきます。はい、もう一度いきます。最後です。帯持たれて返そうとしたけど返んなかったら勢いつけて反対です。捉えてください。はい。